けやってもまだ気が済まないのか。迷惑兄弟よ。迷惑？迷惑だって。冗談じゃない。迷惑してんのはこっちだよ。カオルなんかと顔もそっくりでさ。お前に間違われるのもうんざりだし、本当はお前なんか大嫌いなんだ。そんなのこっちのセリフだよ。見ろ、猫沢先輩から買った呪い人形ベルゼネフだ。この人形の背中にヒカルの名前を書いてやる。これからお前はたくさんの不幸と悲しみに見舞われるんだ。いい加減にしろ。ただの喧嘩にこんなもの持ち込むんじゃない。この喧嘩は二人とも悪いし、周りに迷惑かけるのはもっと悪いよ。ちゃんと仲直りしな。今すぐ仲直りしないと一生うちになんか遊びに来させない。